2番は、「行ってきます」です。す行ってきますは家など自分がいる場所から出発する時に出発する側が用いるあいさつです「ただいま」「おかえり」などと同じ日本語の特有な表現です具体的な行き先を言う時に「女子 に、あるいは、え、を使います。例えば、大学に行ってきます。あそこへ行ってきます。では、今回の映像で、行ってきます。の部分を見てみましょう。 ただいま。あ、ワンさん、お待たせしました。いいえ、アンドさん、こんにちは。じゃあ、私は大学に行ってきます。三番は家など自分がいる場所から出発するときに見送る側が用いる挨拶です。この表現はよく行ってきますと。 フェアで一緒に使います。家から出るときに、出る側はよく行ってきますと言います。見送る側は行ってらっしゃいと言います。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいの後にマセ、ま をつけると、もっと丁寧な言い方になります。いってらっしゃいませ。では、今回の映像で、いってらっしゃいの部分を見てみましょう。じゃあ、私は大学に行ってきます。いってらっしゃい。いかがでしたか 人を励ます時や家で人を見送る時に今回習った表現を使ってみましょう。